速報ついに発表 n ーアンダーラインアイライブツアー2024開催決定ファン歓喜 n ーアンダーラインアイライブツアー2024チケット争奪戦当選確率アップの裏技注意点解説 n ーアンダーラインアイライブツアー2024が発表されて以来ファンの間では大きな期待と興奮が広がっていますこのツアーは平野翔、岩優太 神宮自由太の3人が再び一緒にステージに立つことを象徴しており、多くのファンにとっては待ち望んでいた瞬間です。ツアーの日程が公開され、ファンクラブの申し込みが始まると、SNS 上では一斉に歓声が上がり、チケットを手に入れるための熱意が伝わってきました。ファンにとって、このライブは単なる音楽イベントではなく、彼らと直接つながる貴重な機会であり、日常の忙しさやストレスから解放される瞬間でもあります。 ライブへの期待が高まる中、多くのファンがアクセス情報を共有し合い、自分たちの予定を計画しています。中には、長距離を移動してまで彼らのパフォーマンスを見に行くファンも少なくありません。そのようなファンたちは、会場までのアクセス方法を詳細に調べ、より効率的で快適な移動手段を見つけようとしています。例えば、愛知の会場では高速バスや名鉄のミュース会などの交通手段が利用でき、 これにより遠方からのアクセスが容易になります。しかし、こうした情報を得るには多くの労力が必要であり、SNS で共有される情報が大いに役立っています。特に、アクセスに関する情報が詳細にまとめられた投稿は、すぐに保存され、他のファンによっても多く参照されています。ツアーの申し込み締め切りが近づくにつれ、ファンの間では当選を祈る声が多く聞かれるようになりました。 多くのファンが何度もライブに申し込んでいるものの、なかなか当選しない現状に対して、SNS 上では不満の声も上がっています。一部のファンは、同じ人が全公演に当選するのは不公平だ、といった意見を持ち、それに対する改善を求めています。こうした声が増える中で、ファンクラブ運営側もファンの要望に耳を傾け、公平なチケット配布を目指すべきだという意見が強まっています。 ライブの準備が進む中で、ファンたちは自分たちの期待や不安を語り合い、コミュニティ内で支え合っています。多くのファンにとって、このライブはただの娯楽ではなく、長い間待ち望んできた夢の実現でもあります。特に、平野紫萬優太、神宮寺優太の3人が再び一緒にステージに立つ姿は、多くのファンにとって感動的な瞬間となるでしょう。そのため、チケットが手に入らなかったファンにとっては、 大きなな失望ととることも予想されますファン同士の交流は、ライブだけでなく、その準備段階から活発に行われています。SNS 上では、ファンが自分たちの予定や宿泊先の情報を共有し合い、また、ライブ当日に向けた服装やグッズの準備についても話し合われています。こうした交流を通じて、ファン同士の絆が深まり、ライブ当日に向けた期待感がさらに高まっていることが感じられます。 また、ライブ当日のスケジュールや会場のアクセス情報は、ファンにとって非常に重要です。特に遠方から参加するファンにとって、どのようにして会場にたどり着くか、そしてライブ終了後にどうやって帰宅するかは、計画を立てる上での大きな課題です。このため、ファンたちは SNS やインターネットを駆使して、最も効率的な移動手段を見つけ出し、ライブを楽しむための準備を進めています。しかしながら、 こうした準備をする中で、ファンたちは時折、困難に直面することもあります。例えば、ライブ当日に予定していた電車が遅延したり、交通機関が混雑していたりすることで、会場への到着が遅れる可能性も考えられます。こうしたリスクを避けるために、ファンたちは余裕を持ったスケジュールを立てたり、代替手段を検討したりしています。また、ライブが長時間にわたることもあるため、 体調管理にも気を配り、最高の状態でライブに参加できるよう準備を整えています。ライブが近づくにつれ、ファンの間では当選した喜びの声とともに、惜しくも外れてしまった悔しさの声も聞こえてきます。当選したファンは、他のファンへの感謝や応援の気持ちを伝え合い、ライブを楽しむ準備を進めています。一方、残念ながら外れてしまったファンも、次の機会に向けて気持ちを新たにし、 再度挑戦する決意を固めています。ナンバーアンダーラインアイのライブは、単なる音楽イベントを超え、ファンにとっては特別な体験です。平野翔、ガンユータ、ジングル・自ユータという三人の存在は、ファンにとって大きな意味を持ち、彼らと過ごす時間は何にも変えがたいものです。彼らのパフォーマンスを目の前で見ることができるライブは、ファンにとって一生の思い出となることでしょう。そのため、 チケットを手に入れることは、ファンにとって非常に重要な課題であり、当選の瞬間は大きな喜びとなります。待ち焦がれていた夢、そして叶う願い、ナンバーアンダーラインアイライブツアーへの熱き思いと挑戦。ナンバーアンダーラインアイライブツアーの開催発表。待ち焦がれていたその瞬間、多くのファンたちの胸には、喜びと興奮が渦巻いたことでしょう。待ち焦がれていたのは、 ただだ単にライブを楽しむ時間だけではありませんそれは彼らと分かち合う時間、共有する感動、そして忘れかけていた夢を再び追いかけるチャンスでした。彼らへの熱い思いは、SNS 上でも爆発的な広がりを見せました。当選しますように、どうか会えますように、という願いが、まるで祈りのように次々と投稿されていきます。その中には、長年応援し続けてきたファンだけでなく、 初めて彼らの音楽に触れた人々も含まれていました。今回のツアーは、単なるコンサートではなく、新たな始まりの象徴であるように感じます。これまで培ってきた経験を基盤により進化したパフォーマンスを披露する、そんな期待が膨らんでいます。ナンバーアンダーラインアイライブツアーは、単に彼らの音楽を楽しむ場を超えて、ファンとアーティストが共に夢を叶える舞台となるでしょう。例えば、 ツアー告知のツイートには、ファンの方々がさまざまな思いを込めてコメントされています。なるべく多くの ILIs がナンバーアンダーライン I に会えますようにごめん。なぜかいつも同じ人が全公演に入る不可思議極まりない状態は駆逐されますようにごめん。これらのコメントからは、多くのファンが、全員が平等にライブに参加できる機会を望んでいることがわかります。そして、 まだ自名義で当たったことがないので次こそは当たりますよスパーク。どうか今回は苦戦組から脱出したいですごめんごめんごめん。といった切実な願いも長年チケット当選に苦労してきたファンたちの思いがひしひしと感じられます。このツアーが彼らにとって新たな挑戦となることは間違いありません。ナンバーアンダーラインアイライブツアーは単なる音楽イベントではなくファンとアーティスト そしてスタッフ全員が一体となって作り上げる、まさに夢の舞台となるでしょう。ナン,バーアンダーラインアイライブツアーは、一体どんな感動を生み出すのでしょうか。そして、ファンたちは、どんな思いを胸に、その舞台に足を運ぶのでしょうか。彼らの熱き思いは、きっと多くの人々の心を揺さぶるでしょう。ライブ当日、会場は熱気に包まれ、ファンたちはそれぞれの思いを胸にステージを見つめます。 彼らの目の前で繰り広げられるパフォーマンスは、長い間待ち望んできた夢が現実となる瞬間であり、歓声や涙が溢れることでしょう。また、ライブ中に彼らがファンに向けて語りかける言葉や、サプライズ演出も、ファンにとっては忘れられない思い出となります。ライブが終わると、ファンたちはその感動を胸に会場を後にします。しかし、その余韻はしばらくの間、心に残り続けます。 帰り道でも、SNS 上でライブの感想を語り合い、他のファンとその感動を共有することで、彼らの絆はさらに深まります。また、ライブの余韻を楽しみながら、次のライブやイベントへの期待が高まることでしょう。このように、n o ン Line I Live Tour 2024は、ファンにとって非常に特別なイベントであり、その準備から実際のライブ、そしてその後の余韻まで、 すててが大切な思い出として刻まれまれ平野翔、元優裕太、神宮寺優太という3人の存在は、ファンにとって欠かせないものであり、彼らとの時間は何にも代えがたいものです。今後も彼らと共に歩んでいくファンたちは、このライブを通じてさらに強い絆を築き、新たな思い出を作り続けていくことでしょう。最後に、このライブが成功することを祈りつつ、多くのファンが無事にライブに参加し、 最高の思い出を作れることを願っています。そして、このライブを通じて、ファン同士の絆がさらに深まり、彼らの応援がますます強くなることを期待しています。ライブに参加できるかどうかは運次第ですが、どのような結果になろうとも、彼らを応援する気持ちは変わりません。皆さんはどう思いますかこのライブを通じて、あなたはどのような体験をし、どんな思い出を作りたいですか